ありがとうございます。ありがとうございます。2曲お聴きいただきました。ピアノとアロンとマイライフイズ。そうです。そうです。ピアノとアロンとマイライフイズインヨーヘンズ。まあ、もう本当聞いてもらったら分かる通り、私たちバリバリの、ロックグループでして。どこが今なんでスローバラードやったけど。うん、うちの今年のテーマが、チェンジということなんですね。かな？え、それオバマさんじゃないの？いや、オバマさんじゃなくて、おばあさんが。あ、確かに。そこは突っ込んでくれる？そう、チャンピオンみたいな。それは突っ込まんわ。ちょっときついかな。いや、それでもね、それなりにおばあさん、おばあさんに負けないように、おばあさん頑張っています。頑張ってます。今年からですね、いろんな挑戦をしています。うちのグループではパート替えしました。はい、パート変わった人手挙げて。はい、頑張っています。はい、そして名字が変わった人もいます。名字変わった人手挙げて。そしてさらにびっくり、性別が変わった人もいるんですね。性別を手挙げて。なんでやれ、なわけないやろ。多いな、多いな。もう男も女もあんま関係ない。ああ、確かにね、さっきどおり男声が入っとったからね。すいません。そんなわけでですね、大人な曲に挑戦してですね、いろいろと、チェンジとね、変えるっていうのとチャレンジっていうのはやっぱりちょっと似てると思うんですね。単に変えるだけじゃなくって、いろんなことにこれから私たち挑戦してて、すいません、変わりました。いろんなことに挑戦していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、このチャレンジとチェンジ、私たちの第一歩として、次の曲、次の曲でちょっとボイスオブなかったの21の曲終わりなんですが、 2days はまだありますよ。ありますよ。でも私たちの出番は次の曲で終わりなので、どうぞ私たちの第一歩の曲をお聴きください。どうぞ。Oh!
終わりなのか。